皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。12月24日ですよ。日曜日です。クリスマスイブでございます。というわけでメリークリスマス。ちょっとお酒も頂戴していますが、勉強しないといけないんだけどもね。24日毎年僕はこのクリスマスイブ、この時期はちょうど高校バスケのウィンターカップの実況をさせてもらっていて、明日2回戦、明後日3回戦まで喋って、大阪に帰って、27、28、30と、高校ラグビー2回戦まで喋らせてもらって、それで僕の、高校スポーツは終わりということで1月に入っていくわけでございますね。今日はクリスマスということもありまして、ちょっとお酒も飲みながら勉強はしないといけない。明日の、バスケットボールの勉強をするんだけども、その前にカズチューブを撮っておりますよね。で、今日はね、何をやろうかなと思ったので、まあ、ベストゲームでもいいし、背番号の系譜でもいいんだけども、ちょっと気持ちが今日乗ってませんそういうこともあるんで、で今日はね、番宣させてください。番宣、BS 松竹東急さん、今日の中継は僕 J スポーツさんでお世話になってるんだけども、今日はあえて BS 松竹東急さんの、番宣、以前にも、この僕のツイッター X の方でもお話はしたかもしれませんが、あとこの、カズチューブカズラジの方でもお話したかもしれませんけれども、12月の31日、はい、夜の6時30分から9時までの時間、ゴールデンタイムよ。ここで、オリックスバファローズの特番をやってくださいますね。オリックスバファローズ2023祝3連覇ゆくおりくるおりスペシャルというタイトルがついてます。もうすでにこれはね、松竹東急さんの方でも発表されています。リリースされていますんで、もう言ってもいいと思うんですが、そう、2023年を振り返る、まあ振り返るだけだったら、まあそうなんだけども、ゲストをお迎えして、ゲストのね、まず評論家の方をお迎えして、で、あとそうだな、選手も何人かやってきてくれます。まあ、何人かって言ってもそんなたくさんじゃないんだけどもね、これまだ発表されていないんで言えませんが、はい、まあまあ渋い人選ですが来てくれてます。まあ、楽しくお話ができました。で、まあ、今年を振り返るってこともあるんだけども、いろんなお話ができればなというね、感じで、いろんな企画もありながらというところで進めてまいります。でね、BS 松竹東急さんは今年は本当オリックスに力入れてくださってて、キャンプの時も、キャンプの終わりかな、宮崎から生放送で、ワンステップ、トゥービクトリーかな、勝利への第一歩というタイトルで、特別番組生放送でやってくれたのね。でその時、お前が、僕が MC してアシスタントという岡村、真奈ちゃん来てくれて、ね、で評論家の方は3人ですよ。星野さん、野田さん、小川さん、この3人が来てくださって、やったという、生放送したのよ。宮崎のね、ある部屋を借りて、仮設のスタジオを作って、そこでやりました。でそこから始まって、このシーズン中もね、BS 松竹東急ベースボールシアターというね、さすが松竹だけにシアターっていうのをつけるんだよね、ベースボールシアターという形で中継してくださって、まあ、ホームを中心にビジターも、ZOZO マリンのゲーム4試合やったのかな、全部僕実況させてもらったんだけども、来年は増えるかもしれないっていうふうにおっしゃってくれました。まあそれ楽しみね。まだ正式なあれは聞いておりませんが、増えるかもしれませんよお前さんっていうふうに、プロデューサーは話しておりましたけどもね、いいね。また本当力入れてくださってる。でその年末も大晦日の6時30分から9時までのこのゴールデン、紅白にぶつけてくるんだよ。もうオリックスさんは絶対見てください。本当に、本当にね、今年力を入れてやってくださった年に3連覇という形で優勝もして、多くの方にオリックスのゲームを見てもらったというところで、非常にこう、BS 松竹東急さんのオリックスに対する印象も悪くない、いいんですね。だからまあここで皆さんがまた見てくれたら、オリックスファンがたくさん見てくれたっていうところで、次の番組や企画につながっていくわけですよ。そう、みんなが見てくれてよかったねという声があったら、じゃあ次もまたオリックスさんやろうかなっていうことになってくるわけだから、絶対見てね。はい、でこれ大阪市内で撮ったの、これもいわゆるテレビのスタジオじゃないのね。もうあるところに行って、そこも
もう完全に仮設のというかね、特設のスタジオにして、お送りするという形です。誰が出るかはまあちょっと申し上げられませんけれども、まあでも2時間半ですから、2時間半の番組で収録は4時間以上かかりましたから、さあどんな番組に仕上がっているのか、だから僕らはその編集後は見てないんで、どんな感じに仕上がっているかちょっとこれ楽しみではあるんだよね。だからまあ、 仮のここで VTR が入りますよ、スーパーが入りますよ、こんな映像が入りますよ、インサートがありますよっていうようなことは聞いてるんだけども、まあ、僕らはその場その場の絵を作っていくという作業をしたわけですから、どんな仕上がりになってるかいまいちよく分かっていない。これ楽しみですね。4時間以上、2時から撮り始めて終わったのがもう6時半くらいだった、4時間半かで撮って、それを2時間半にまとめる編集するということなんでね、楽しみですね。ぜひですから皆さん、オリックスバファローズ2023祝3連覇ゆくおりくるおりスペシャルということで、ぜひ BS 松竹東急さんの番組をご覧になってください。オリックスね、超有名な選手といいますか、でっていうのはもういろんなとこ出てますけれども、結構いい選手来てくれるんだよ、本当に楽しみです。忙しいのにね、年末の忙しい時に選手来てくれた、みんなそれもね、午後から撮ったんだけども、午前中練習して、生徒館で練習していて、で終わってから駆けつけてくれたっていうね、選手たちが出てくれますんで、楽しみになさってください。お前が、まあ、司会を進行しているということだけは、申し上げられますけどもね、まあ、でもぜひ見てください。でこれがね、これみんな見てくれたら次のまた番組につながっていくわけよ。そうするとまたキャンプ中のキャンプの終わりかな、終わりぐらいにまた特番があるかもしれない。これは嬉しいね、やっぱりね。というわけで、まあ、いろんな媒体にオリックスが出ていくのは素晴らしいことだし、選手の露出が増えるというのはこんないいことはないんで、まあ本当にこう連覇をしてね、強くなって、で人気選手もいっぱい出てきて、まあ、いろんなところで注目されるというのはこんな素晴らしいことはないなと思いました。というわけで、今回も番宣でございました。もう一度言いますね、オリックスバファローズ2023祝3連覇ゆくおりくるおりスペシャルということで、 BS 松竹東急さん、これ無料で見られるチャンネルですからね、BS 松竹東急さんの、大晦日12月31日の、午後6時30分から9時までの番組ということで、ぜひご覧ください。まあどんな出来栄えなのか僕ちょっとわからないんだけども、まあ、楽しくやらせてもらいました。そんな感じで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで、はい、クリスマス、明日も月曜日か、曜日の感覚ないもんね。イブが日曜日の夜ということになりましたね。皆様この後まだクリスマスが続きますんで、素敵な夜、そして明日クリスマスをお過ごしください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日は番宣に終始したという12月31日午後6時30分から9時までは BS 松竹東急さんのね、オリックスバファローズ2023祝3連覇ゆくおりくるおりスペシャル、どうぞご覧ください。